やばいかも。やばいかも。やばいか。死んじゃった？あららら。失敗したかな、ちょっと。あー。皆さんこんにちは、西川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は錦鯉の代表的な病気の一つ、眠り病についてお伝えしたいと思います。名付けて錦鯉の眠り病失敗編、失敗編です。はい、皆さん、錦鯉の眠り病っていうのをご存知ですか？通常日本では9月から11月頃にかけて冬菜がかかる病気です。眠り病の主な症状は、鯉の動きが鈍くなって、そして体がむくんで鱗が剥がれたりします。それからまるで横向きに寝たような感じで水面に浮いたり、池底に沈んだりします。放っておくとそのまま死に至るというとっても怖い病気です。原因は水温や水質の急激な変化、または眠り病の免疫を持った鯉と混ざった時に発症します。錦鯉の生産者や流通業者は、この眠り病を人為的にかけて治療をして、そして出荷や販売をするのが一般的です。私の養鯉場でも当然この眠り病にかけてから出荷や販売をするつもりでいました。ですが去年の秋、つまり11月頃まで、眠り病にかけるには小さすぎる5センチ未満の鯉が結構混ざっていたんですよね。それに眠り病の治療に必要な加温設備がなかったので、やむなくこの3月に眠り病をかけることにしました。ところが今回、この眠り病へかけて治療を回復することに、まあ、正直失敗してしまったんですよね。去年一生懸命育てた鯉を実は何匹も死なせてしまったんですよ。この動画は錦鯉チュートリアルというテーマで作っているんですけど、今回失敗してしまったんで、まあ、正直どうしようかなと思ったんですけど、まあ自分への反省と、それから視聴者への注意喚起をする意味で、恥を忍んで勇気を持って公開したいと思います。ぜひ参考にしてください。
さてさてどうなっていることやら。よいしょ。あんまり変わっていない。あれれれれれあれれれれれあんまり変わってませんね。ちょっと塩が足りんのかな。タニタの塩分計これで測ってみましょう。よし、どうしよう。0.4。 これじゃダメ。75キロの塩を投入したら 0.4% ということは 18.7トン。 18.75トン。 ということはこれに、まあ、約37キロ塩を追加します。さあ今日で何日目かな。1週間ぐらいかな。さあ鯉が復活しているでしょうか。あ、少し元気になったかな。やっぱりあの寝てる鯉の数がだいぶ減ったような気がしますね。ここもね、やっぱ違うね。まだちょっと具合は悪そうですけど。塩分計で 0.6%。 OK。 眠り病の症状っていうのはちょっと見てみましょう。ダメかな。これが眠り病の症状です。白地が充血してるのが分かりますか。で鱗が立ったような状態になって体がもうむくんでますね。これを真水で放置しておくとだんだんひどくなって鱗が抜けて皮板も飛んで、しまいにはまあ死んでしまうということになる。一度これにかかると、二度とかかることはありません。さて今日は眠り病にかかってから塩を入れてちょうど1週間7日経ちましたので、もうそろそろ立ち直ってる頃だと思いますので様子を見ていきます。おお、まだ寝ている鯉はいますね。ちょっと鱗が立ってきたようになりましたね。水がだいぶ悪くなってますね。泳ぎ自体はそう、ね、そう、まあちょっと水質を上げていくためにも水を足していきましょう。さてさてどうなっているでしょうか。あ、水は溜まってますね。あ、よかったよかった。どうかなどうかなどうかな。あ、まだちょっと具合の悪いのはいますね。あ、ちょっと早かったかな。まだ早かったかな。
16度。どうかね。ちょっと早かったかな。あとはちょっと水温が上がるのを期待して、あんまり調子が悪いと、調子の悪いのをすくって、でたらいで塩水治療しましょう。やばいかも。やばいか。これ死んじゃった？あらららら。失敗したかな、ちょっと。模様のいいやつが死んどる。もっぺんやり直しだね。やり直しよう。しょうがない。